軽井沢ニューアートミュージアムは、長野県北佐作群軽井沢町軽井沢にある現代、美術を中心とした、私立美術館である。北陸新幹線、品野鉄道軽井沢駅から旧軽井沢、銀座方面へ続く、大通り沿い、品野目交差点を過ぎたあたりに位置する。総ガラス張りをベースに唐松林をイメージした白い、柱をデザイン的に臨立させた構造の美術館として、 2012年4月に開館した。設計は建築家、西森睦夫によるもの。白を基調とし、全6展示室からなるミュージアムでは年に2から3回の企画展を開催。1階にはギャラリー、ミュージアムショップ、レストランを有する。また2015年には建築家、熊健吾とフランスの現代美術作家ジャンミシェルによる、風通る白樺と苔の森が誕生した。 現代アートに焦点を当てた企画展や普及活動を中心とした活動を行う。草間や生や具体美術協会などの前衛美術から浮世絵、春画、井上雄一の書、漫画やデザインまでも幅広く現代アートとして捉える。また、具体美術協会の島本昭蔵やす康らによるアクションペインティングの公開制作や向井修二が手掛けた。 インスタレーション、記号化されたトイレなど、作家の招致活動やパブリックアート設置も積極的に行う。近年では、世界中からメールアートを募集したメールアートショーの開催やメールアーティストを招致したミーティングなどを行う。開館3周年記念として開催された、ジャン・ミシェル・オトニエル愛の遺伝子展 DNA オブラブ出品作品が常設として、 館内に展示されている。このほかこれまでのオトニエルを知るための資料や映像も展示されている。また館内中央通路や野外スペースにもパブリックアートとして大型作品が設置。二階男女共用トイレには、具体美術作家、向井修二によるインスタレーション、記号化されたトイレがある。具体人員軽井沢の開催時に制作されたこのインスタレーションは、 永久展示として残され、また一般の来館者が実際にトイレとして使用することも可能である。ありがとうございます。